ございます。ハワイとコナです。やっぱ夏だなって感じがします。というのは結構雨が多いですね。昨日もねちょっと友達とハワイ島の天気についてまあいろいろ話してて、一般的になんですけど、一般論、コナーの天気ってまあ通年でとても晴天率が高いで、多分 97% ぐらい晴れてるよねっていうのは海んとこですね。もうほんと標高低いところはもうめちゃくちゃ晴れてます。あんな感じ、ほらね、すごいでしょ、真っ青でやっぱりね、ほんと標高低いところはめちゃめちゃ晴れてます。で、朝のうちはねどこも結構晴れてて、で日が経つにつれてやっぱり気温の上昇とともに海水の温度が上がって、でその山にぶつかって風で吹かれてね、フアラライさんのところにこう雲ができてくると、でまあこうシャワー的なスコール的な雨がわさーっと降ってまた晴れて、で綺麗なサンセットっていうのが典型的なパターンではあるんですけれど、コナーでもやっぱりエリアによって違うかなね。ほんと標高低いところはずっと晴れてるし、私が前に住んでたカロコっていう結構フアラライの標高の高いあたり、マウンテンサンダーコーヒーのちょっと手前なんですけど、標高ね 600m ぐらいだったんですよね。だからもう除湿機、加湿器じゃなくてね、加湿してどうするですね、除湿機フル稼働です。24時間365日ほとんどつけっぱでしたね。満タンに、タンクが満タンになると止まっちゃうやつなんですけど、だいたいこうね、朝出かけて仕事行って夕方帰ってくるともう止まっちゃってるっていうもう普通に余裕で止まる、どこにこんなにいっぱい水があったのっていうぐらい、本当にねもうなんかあっちゅう間に何リットルも水が溜まるんですよね、あれ不思議本当。まあそんなことより、四季について、はい、結構ね季節あります。でも春夏秋冬っていうより、四季っていうよりもなんか2 seasons って感じかな、4 seasons じゃなくて夏と冬、うん、今夏ですね、思いっきり夏で、本当だからやっぱり緑が綺麗で花も綺麗、うん、これ綺麗だよね。フレームツリー、オーヒアレフはどっち、また行ってるし、もう本当にまた行ってるしって言えばね、本当またワックス忘れてます。今から波乗り行くんだけど、あーワックス買いかなきゃDQ の横のとこ行きたいんですよね。でも用事がないとわざわざ行かないからな。今日はちょっと早めに仕事切り上げてワックス買いに行かなきゃね。仕事っていうか、うん、適当にもう自分でどっかで切り上げるようにしないとダメな感じですね。じゃないと際限なく仕事しちゃう。あとね、そうそう、冬はそれに比べてね、夏はだから雨が結構多くて、で緑がこうね、大地がこうじょうろで水もらったような感じで緑が濃くなって花が咲いて色があってすごく綺麗です。で暑いです。気温が全然違う、で水温も違う。ハワイの人って波乗りしてても一年中なんかこうね、水着っていうか裸っていうかの人が全然いるんですけど、私とかね、ラバーのこうスキンのタッパーとか着ても凍えて震えてる時とかあるんですけど、あれ不思議でならないんですよね。まあ本当どうでもいいんですけど、続きです。というわけでね、冬ですとか言って、夏はそんなわけで暑くてね、で冬は寒いです。結構、寒いって言っても場所によりますよ。だけどそうね、だから本当に標高の低いアリードライブのあたりとか、
あの辺りとかでも冬だとやっぱりちょっと過ごしやすい、あの本当ハワイらしいというか、あの木陰に入るとなんかものすごく涼しくてカラッとしてて気持ちいい。で雨が少ないです。大変乾燥していて、カラッとして、まあそれでもね花は咲いてますけど、例えば暑いところが好きな花、プルメリアちゃんとかなんかは夏の方がシーズンなんですよね。あの冬だと一切咲かないのかっていうとそんなことは全然ないんですけれど、やっぱりシーズンは夏になります。で夏の方がうんとうんと暑いです。で私はねいつが好きとか言われて、まあそのね四季が好きですね。やっぱり季節によって色が違う、顔が違う、あとね場所によってこの一つとっても海の本当に標高の低いところからちょっとだけでも山を登ったところ、これまた気候が違う。それどころかやっぱりハワイ島全体でね、まあ、四国の半分ぐらいの大きさらしいんですけど全然気候が違う。もう車で運転してるとね10分ぐらいでもう気候が変わっていくっていう、そのダイナミックさがもう本当素敵だな、面白いなって思いますけれどもね。でもまあ一般的にハイシーズンっていつっていうときっと多分ホリデーシーズンいわゆるですかね、うん、あとその繁忙期って言うと、あちなみに今日はタウンに行きます。波でかいのとあとちょっと用事があるので仕事があるんで、そうそうそう、なんだっけ、ホリデーシーズンっていうのは、ね、その名の通り例えば春休み夏休み冬休みのホリデーではなくて、英語でホリデーシーズンっていうともうクリスマスの頃だけなんですね。まあ感覚的にですけどホリデーシーズンっていうとあのサンクスギビングのあたり、11月の終わりですね、あたりからこう大体こうサンクスギビングでこう実家に帰ったりして、でこう親戚家族集まって、でなんかこうねクリスマスの相談をして、でクリスマスの頃に、まあまた実家に帰省してみんな集まってとかで、ね、ニューイヤーがあってっていうその頃かな、11月の終わりから12月ぐらい、この辺りは非常にこう天気もいいしカラッとしてて、で何よりあの同じね北半球にあるんで、北米、まあ、冬になりますね11月12月は。でもう地域にもよりますけど大変やっぱり寒くなりますので、何今日敬語喋ってるんだろう、私ちゃんと喋ってるね、なんかねガイドさんみたい、気持ち悪いそうそうそう、北米がねあのメインランドが冬だからまあ暖かいとこ行きたいよねっていう感じでやっぱり来る人多いですね。あとまあ10月のピークはすごい、あのアイアンマン、まあね、あの今年やるのかまたやるのかわかんないですけど、あのアイアンマンレースはすごいです。もう本当に泊まるところが一切合切なくなりますね、満室でございます。はい、今日はねちょっとどうしようかな、アリードライブ昨日と同じになっちゃうし、わー波すごい、ハーバーの波すごいすごいすごい。ちょっとあの時間も時間なので今もう10時なんですよね、家で仕事してたらこの話した。ハイウェイでこのままちょっと行きましょうかね、いかがでしょう。で、ラーロアアベニューをショートカットでこう降りていくところで、ケアホー方面から、カハルのあたりので高台からの海がうわーっと、あそっか、ラーロアじゃなくてケアホーから、あでもまあいいやどっちだよって、ほんとグダグダ、あーグダグダ、とりあえずちょっとハイウェイで行きます。では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 、お付き合いのほど。はい、今ベルトロードをねだいぶ走ってきて、プアプアヌイ、左手にあの住宅街がうわーって広がってる、プアラニエステーツですとか、コナビスタとかイオラニとか、そういったのがうわーっとある。このね、あれ？あ、そっか、プアレニで今
日オープンハウスあるんだ。ちょっと行ってる時間ないんですよね。まあいいや。今からもう一回、あの黄色いお魚さんがいる、カハルシュノーケリングのね、絶好のスポットであるカハルビーチの、ワイコロア方面からの、要はコナの中心もしくはワイコロア北の方からの、ショートカット一番行きやすい方法、まあ別にねカハルの方から回ってもいいしアリードライブからねずっと行ってもいいんですけど、これベルトロードってあのまあハイウェイ、まあ私たちハイウェイって言うんですけどハイウェイ1個しかないから、でクアキニはねハイウェイじゃなくてクアキニって言いますハイウェイはこれだけで、ここのこの大きいガソリンスタンドがあるこれラコストリートっていうとこ、これね右に曲がるとあの海側に降りて行けるんですけど、多分ご存知の方多いと思いますけど道分かってないとちょっとまっすぐガーって行けないんですよ、アリドライブに出るのに。なんかちょっとここで右行ってでしばらく行ったら今度は左行ってっていう、こうちょっとうねうね行かないと、アリドライブにぶつかんないんですね。でまあ例えばですけど、ワイコラ方面からこうわーっと来てでとっとと、アリドライブに出たいと、でマジックサンズビーチに行きたいとか、そうね、カハルに行きたいとかいう時の、まあ、ショートカットおさらいです。以前もご紹介したかもしれないけど、はい、ここシービューサークルっていう信号を過ぎて、その昔ねここあの左手にアージェントケアって、まあ、ウォークインで行ける、まあ、クリニックがあるんですけど、ここでねあの流行り病のこう陰性検査とかは、まあ、ここに来てやるって感じでしたね懐かしい、何だったんだ一体っていうね。まもなくでございます。シービューサークルを過ぎて次の信号、その先まで行くとその先は、ケアホー方面に降りていくあの金亀3ロードになります。だまあ行き過ぎちゃっても、まあ、右にね次の金亀3行けば、まあ、ケアホー方面から行けるんですけど、ここシービューサークルの次のねこのラーロアアベニューというところをここを信号があるんでね、で右折レーンもあるのでここを降りていくともうまっすぐで道なりで、ほらしかも綺麗、うわー素敵、あ失礼失礼、これねもうずっと道なりに行くともうアリードライブでございます。これがね一番楽簡単。これね左手には、アリーハイツとかね住宅街があって、この辺りもいいんですね。うわ波あるね、すごい真っ白だ。うわ綺麗、やっぱほらね気候が違うでしょこっちの方まで来るとね、不思議だよね、まあ不思議だよねっていうか、うん綺麗綺麗、なんて言うんだろうこのもう街並みがすごい、なんかこうちゃんと綺麗に整えられてるっていうか、ね、このヤシの木の感じとさ、それぞれのお庭とさ、みんな結構ちゃんと頑張ってるって感じかな。芝刈りぐらいは自分でできても、あの大きい木とか切ったりとか結構無理じゃないですか個人だと。結構ね木切ってくれる人とか、私もほら前の家のにいた時あのココナッツの木切り倒してもらったりとかねやってましたけど、うん、木こりさん的なのがあの いらっしゃいます。あとはあの造園屋さんですかね、ランドスケーパー、はい、一般的にお願いする人が結構
ります。はい、アリードライブ到着。これでね、右に行くと、マジックサンズだし、もう左に行くともうすぐに、カハルでございます。あ、綺麗だね、ほんとこの辺ね、どこも綺麗だけど、ほらこの色の感じとか強めコントラストとかね。ていうか、なんで私アホみたいなんだけど、あのちゃんとこうカハルでね、ちょっと今駐車証許可証取ったんで、あのすいません、住民は止めさせていただきます。ただね、あのご旅行でいらした方も、あの前にもご紹介しましたけど、カハル の、 あの駐車料金は、全額カハルの海洋保全に、使われてますので、そのファンドになってますので、ご理解ご協力いただければと思います。いや、なんか同じこと言いましたけど、やっぱりこのなんていうの、色とりどりのブーゲンビリアと、あとハイビスカスの白、あと緑、あとこのフレームツリーだかオヒアだかのね、赤と、あとさっきハイウェイでなんかあのシャワーツリーもなんかありましたね、綺麗な。いや、ほんと綺麗、すごい素敵。なんかこれ塩で煙ってます、もしかして、バカでかいんだろうな。またちょっとインサイドで水浴びします。その後ちょっといろいろ今日も予定立て込んでるんで、昨日もねインサイドで水浴びしてました。あなたそんなとこ止めちゃうんだ。うん、もう極みちゃんに見えた今。うわ、なんか全然楽しそうでないですね。でも全然問題なし、暑いから水浴びに行きます。暑いから、ね、あー、なんかここも空いてるとここに止めたくなっちゃうな。でもやだ、駐車場に止めよう、ちゃんと良い子だから。水浴びしてきます。水浴び、水浴び、ワンアワー、1時間水浴び。っていうかこっちこそ止めるとこあんのかしらね。ではでは、行ってきまー。お疲れ様でした。波でかかったです。はい、最初ねインサイドであのしょぼしょぼやってて、インサイドで楽しいかなと思ったら思いのほか楽しくなくてで、あの潮が上げてたので、あんまりこうなんていうの、こう凶暴なブレイクの仕方じゃなかったので、ちょっとセット感をついてアウトに出てですね、ちょっと意を決して1本だけちょっとでかいの乗って、大変満足しましたもう無理みたいなあのコミットメントなんですよね。もうこれ行くって決めたらもう全力パドル、あとは度胸みたいな大丈夫ですよ、あのそんな危ないことしてないですから、あの大丈夫です、基本はチキンですからはい、という感じでね。あ、ちょっとおば散歩もしたいね、したいですね。ですけど、すいません、今日はね、ちょっと今からポケシャックのところに行こうかなと思ってます。そのもじもじした言い方は何かというと、その後ちょっとね、人と約束があるので、でもまだ1時間以上あるから、よし、ポケシャックのとこ行きましょう。あそこね、バニアンズとバリカイ、あの短期バケレンができるあのホテルコンドで、まあフロント待ってね、いいんじゃないっていう感じなんですけど、あのいいんじゃないは、あの素敵なのは基本的に海側なんですよね。あの山側にもあるんで、山側は
ちょっとなんて言うんだろう、まあユニットにもよりますけど、まあ結構アパートメント風、なんかリゾートっていうよりも、わかります？あとなんだろうな、まあやっぱビューがやっぱりね、全然違います。オーシャンフロントはすごいですね、素晴らしいと思います。その分ね、お値段が張るんですけどね。本当ね、水に近ければ近いほど高いっていう。昨日もね、ちょっと友達とあのご飯食べながら、ちょっと手料理振る舞ってもらっちゃってね、もうめちゃうま。やっぱね、あ、日本人の友達なんですけど、もう最高です。天ぷらとお野菜とエビの天ぷらとね、全部手作りですよ。あとふきと油揚げの、あとしめじの煮物かと思ったら、あ、へえ。まあこれもちょっと、あ、でもバリカ行きます、ね、今興味があったんですけど、ごめんなさいごめんなさい、そうそう、ふきとしめじと油揚げの煮物と思ったら、え、ふきなんてどこにあるのって言ったらね、なんとセロリだったんですよ。でセロリって私実は苦手なんですけどね、そんな風に料理されてるセロリちゃん初めて見たし、あの年を取るとほら味覚って変わりません？なんかね、なんかこう昔は肉肉だったのが今魚の方が美味しいとかさ、それでね、あのちょっと食べてみたところこれが美味しくてね、もう大変美味しゅういただきました。あとね、タケノコと豚バラの薄切りの、ザーサイのちょっと中華風の炒め煮とね、最高です。本当に日本食ブラボーですね。うん、約束します、今度ここ行きます。あのマジックサンズのとこにある、あの左手のこのマジックス、ちょっとね動画撮ってないよねと思ったんですよ。行ったことあるんですけど、で実を言うと何度か行ってるんですよ、 2,3 回行ってるんですけど、あの最後にね、まあ、行かなくなった理由は、まあ、あのマネジメントがあの僕でもないやつで、綺麗なお姉さんっていうかおばさんだけど綺麗、そうマネジメントがろくでもないやつで、なんかあの嫌いなんだってあの方に言われて、ふーんみたいな感じで、私超関係ないんですけど、うん、それで行かなくなったんですよね。で今よく考えるとそれ超関係なくねって思ってね、ね、君が嫌いでも私は関係ないしって思って、おう、ここに住んじゃってるんですか、違うよね、そうそうそう、まあ何しろね、あの超関係ないじゃんと思って、ね、Give them a chance って思ったので、あのちょっと行ってちょっと食べてこうかなと思います。でも一人で行くと寂しいから誰かと行きます。やだよ一人で行くの。あとね、ここの右手、ここの新築、あ、もうオープンハウスやってないんだ、ここのね新築ゾーン、ちょっとねうーんって感じなんですよね。あの素敵な新築はモデルハウスがあって、この先のアリーマーケットプレイスだっけ、の隣にある緑 の、 あの工事中の幕がわーって貼ってある、あそこです。あそこはすごいしっかりしたディベロッパーで、あそこはあのご案内もできますよ。え、何？え、ランマンズ、うわーちょっと混んでるね相変わらず。まあいいや、はい、というわけでね、そこ止められるのかな、ちょっと行くだけ行ってみます。ここバリカイ、バニアンズ、ここですね。ダポケシャックがあるとこなんですけど、大体やってんのっていう感じなんですけど、やってなかったら見れなかったらさっきのとこ戻って、さっきのちょっと謎のお家見に行きましょう。
よっしゃ。ではでは。はい、お疲れ様でございました。今ね、コケシャックのところの、ちょっとタンバケブンブン回し、今度ワンベッドを見ました。この間のね、あの 3.5 ミリオンぐらいのやつ、これ左ですね、ここです、張り替えを行う。確かね、うちもこれバケレ持ってるんですよね。一泊いくらなんだろう。まあまあまあ、なんかパッとしない天気ですね。早く帰ろう。っていうか、もうちょっとお疲れですね。あの、pace myself、 pace yourself、 あの、ちょっとなんていうの、ペースをペース配分してねっていう感じな。頑張りすぎちゃダメだよみたいな時に、あの、相手に例えば、oh, pace yourself とか、ね、I have to pace myself とかっていう風に言います。あ、ここすごいね、これ壁できたんだ、ここ右手、ここのね、新築コンプレックス、ここがね、結構素敵な、あの、コテージズオンアリードライブですね。うわ、なんかパッとしない。今日ね、ちょっとお昼を、ちょっと食べに人と会います。あそこに行きます、クルアタイ。ちょっとレビューしましょうかね。多分最後に行ったのも、あの、誰かさんとね、って感じ。まあ、でもちょっと曇ってきたから、あの、そんなに燃えるほど暑くはないですね。燃費いいな。でもリッター違う、ガロンなんですよね、こっちね。なんとも言えないわ。1ガロンだいたい4リッターぐらいです。なんか今日車も少ないし人も少ないですね。なんでだろう、何かしらね。いつもほら、ここ、あの、ルナプレのところでめっちゃ混むんで。はい、アリーコーブちゃんです、右手ね。ほんと素敵。で、まもなく左手が、ハヌルズでございます。もう波あるね、もうなんか煙っちゃってる感じ、真っ白だよ、すごいすごい。あの、とんでもなくすごくはないけど、でも波でかいですね。よし、ピア行きましょう。ぐるりとこっからガーッと行きましょう。